あの人の現在。佐田岡商事の今現在は、1974年に巨人にドラフト1位で入団し、野球選手の中でも突出したイケメンで、多くの女性を虜にした佐田岡商事。引退後は、その天然ぶりが受け、タレントとして引っ張りだこだった彼ですが、最近は何をされているのでしょう。佐田岡商事さんは、プロ野球を引退後、タレントとしてテレビに出演することが多くなりました。さらに、イケメンですし、天然なおバカキャラが大ブレイクしました。しかし、佐田岡商事さんは、引退会見で芸能界には入らないとコメントしています。ですが結構、芸能界でタレント活動をされ、一躍人気を博しました。しかし現在では、テレビで佐田岡商事さんを見る機会が減ったようです。では、今現在、佐田岡商事さんは一体どのような仕事や活動をしているのでしょうか。佐田岡商事さんは現在、野球の解説や、指導の方がメインの仕事になっているようです。そして、たまにバラエティ番組に出演することもあるようですが、あくまでもメインの仕事は野球の解説と指導ということです。佐田岡商事さんは TBS ラジオのエキサイティングベースで野球の解説を行っています。毎試合というわけではないようですが、呼ばれて解説しているようです。さらに、野球チームで指導をしているそうです。佐田岡商事さんは2006年に地元の鹿児島に社会人の野球チームを作っていて、薩摩という野球チームを作ったそうで、当時は監督となっていました。現在は野球チームの薩摩で総監督として指導しているようです。そもそもバラエティ番組の出演が減ったのは、佐田岡商事さん自身が減らそうと思ったからとのこと。やはり野球に関わった仕事がしたいという気持ちが強かったのかもしれませんね。佐田岡商事さんの今現在の仕事は野球解説と指導です。そして佐田岡商事さんは結婚したという情報はなかったので、今もなお独身でしょう。現在は野球に関する仕事を中心に行っている佐田岡商事さん。しかし、バラエティ番組に出演していた時はイケメンであるにもかかわらず、天然なおバカキャラで非常に受けていたので、またそんな姿を見てみたいですね。